あなたの名前は何ですか？私の名前はモシコウです。出身はどこですか？中国安徽省から来ました。あなたはなぜ宮大工になりたいですか？お寺に行った時、木造建築を見てすごく感動しました。そしてそれがどのように建築されたか興味を持ちました。だから私も宮大工になりたいと思い、宮大工を目指しました。1年1年間の修行で得たものは何ですか？刃物研ぎと道具の使い方と宮大工の考え方と仕事に対する姿勢学びました。宮大工を目指す若者に一言どうぞ。宮大工養成局に来て夢を叶えるために頑張ってください。